熊本地震から1ヶ月、阿蘇市内の巻の内の巻商店街にお邪魔して、地震直後の様子や現在の状況などについてお話を伺いました。今日は内の巻商店街に来ています。私の隣には皆さんご存知、今金食堂の今村聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。地震の時は、はい、お店の状態とかどんな感じだったですか？そうですね。お店の方はですね、茶碗や冷蔵庫が壊れてですね、はい、大変だったんですけど、うん、家の方はですね、なんかこう土間の方がこう、はい、いろんなところで隆起して上がってきてですね。ドアが開かない状態でなかなか家から出れなかったので、お店はいつから再開されました？はい、ゴールデンウィークの前の日なんで多分2週間ぐらい休んだんですけども、はい、やっぱりお店再開に向けては厳しいことがありましたか？そうですね、材料や水ともあるんですけど、何よりもそのまだ避難生活の方がおられる中で開けることがいいのかどうかというのはですね、考えさせられましたですね。また従業員さんの方の家が全壊とかしている方がいるのに、やっていいのかなということはあったんですけども、商店街の方でみんなで話し合ってですね、はい、開けれる人から開けていって普通の街を取り戻そうということで、じゃあ今少しずつその日常を取り戻しつつある内の巻商店街をですね、聡さんに少しご案内してもらおうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やっぱり生まれ育った町がこんな風に変わるというのは、はい、そうですね、水害の時もそうだったと思うんですが、はい、今回の地震は改めて振り返ると、はい、もうやはりですね、強風というのと、改めて何もできないんだなということを考えさせられて、そしてですね、やはり水害の時よりもなんかこう終わりが見えないというかですね、恐怖がやっぱりありましたですね。ただやはり57号線の心配事だけはやっぱ皆さん、そうですね、はい、国道だけはと思っております。さあ、お店が見えてきました。はい、ヘアサロン下村さん。ヘアサロン下村でございます。もうお店はいつから再開されてますか？はい、そうですね、震災から1週間後ですね、はい、開けてくれてありがとうと、はい、言ってもらえて、はい、それが励みになりました。傷ついたものもありましたけど、まあなんとか、はい、腕があるとできるんで、はい、やはり手に職は強いですね。手に職は強いですね。はい、朝は元気です。皆さん、たくさん遊びに来てください。下村さん、4代目、ね、4代目です、はい、ちなみに聡さんはもう4代目なんですよ。今じゃあこちらの床屋さんにはですね、いろんな人がこう、ある意味カウンセリングというか、悩み相談みたいな感じでおしゃべりにも来られて吐き出しに来てます。そうですね、はい、そしてやっぱり髪切ったら、スイッチが入れ替わりますんで、気分転換になりますんで、はい、ぜひぜひ、はい、癒しに来てください。はい、僕は今うちの巻で結構元気だ、JA 阿蘇の物産展、物産館の方なんですけども、いろいろもう苗とか来てですね、また新しいこう命がサイクルがスタートしている感じがして、町の元気スポットになっております。なるほど。中では加工品やらできた野菜やらもあります。結構お店広いんですね。そうですね。じゃあ続いてはコンビニエンスストア吉本でございます。コンビニエンスストア吉本、じゃん。日本で最初にできたコンビニエンスストア。一番その元気印の奥さんでございます。はい、もうなんとか今やっていきます。もう打撃はひどかったけどですね、もう店がされるだけでも結構張り合いがあります。じゃあ57号線がね、通れないので仕入れも、はい、もうミルクロードって言ってですね、はい、山の上を通っていきますので、ちょっと心配ではありますけどですね、やっぱり地元のお客さんが待ってらっしゃいますので、どうにかですね、間に合わせんとと思ってですね、頑張っています。聡さんはこのお店の好きなところはどんなところですか？やっぱりですね、この商売人の鏡といいましょうか、はい、365日このドアを開けて、寒い日も暑い日も、ウェルカムな体制というのを、このですね、僕らの商店街としてはやっぱり一番商店街らしいお店という感じですね。商売人の見本でございます、こちらで。
うちの主人のじいちゃんの時代からやっぱりこういうやり方でちょっと時代遅れのところもあるかもしれませんけどですね、それをやっぱり守り続けて、じいちゃんが亡くなる時まで病院におっても商売は大丈夫かって言ってですね、心配して亡くなっていきましたので、それをなんとか引き継いでですね、頑張らなくちゃって思ってます。ありがとうございました。お邪魔しました。素晴らしいです。